ワット・プラタート・チェーヘーンは、太陽国南岸県にある仏教寺院。ワラナコーンの王、カーン・ムアンが1359年に南方に領土を拡大した際、スコータイのルータイ王と接触し、スコータイからダンマパーラ長老とフツシャリを持ち帰った。ダンマパーラ長老は、プーピエンの頂上にフツシャリを置くことを提案。カーン・ムアンはそこへ寺院を建設した。 これがワット・プラタート・チェーヘーンである。その後、この寺院のあったウィエイ・プーピエンの町では、干伐が流行した。このことから、この寺院はワット・プラタート・チェーヘーンと呼ばれるようになった。なお、この寺院の舞踏、プラタート・チェーヘーンは、カーン・ムアン王の時代から何回も修復を受けている。最後の修復は、1610年のビルマ支配下のシーソー・オン・ムアン王の時代である。 この時の改修で八角形の土台に金を乗せたような形で金が表面に吹いてある現在の形となった。本堂は仏塔の西に建てられている。1522年の混流で1905年にスリーアポンパリッティデート王の改修があり1985年に文部省芸術局の改修が行われた。プラターと J 編はプラターとプラチャムピークートの一つであり、 うどし生まれの人が巡礼に訪れるべき場所とされる。巡礼においては、以下の教文を唱えることが推奨される。ありがとうございます。